マルティンは、スロバキア北部、ジリナ県の都市、バーフ川流域にあり、マラー・ファトラ山地のふもとにある。ジリナ市が近い。最初に、マルティンに関する記述がされたのは1264年のものとされる文献で、当時の地名はゼンサマートンであった。定住地が王立の町となったのは1340年である。南西の15世紀に、 町が焼かれた1433年のフス派の攻撃を例とする多くの災難にマルティンは見舞われた。ちょうど10年後、地震で再び町は破壊された。レバワイ家の直接的な影響下で、マルティンは徐々に王家の町から自由主へと前進していった。18世紀からマルティンはトゥリエチ地方の中心となった。町は19世紀に第一のスロバキア文化中心地となった。 いくつもの文化団体がこの地に設立された。大部分の政治活動が19世紀から20世紀初頭のスロバキア民族解放運動へと導き、それらはマルティンから組織されたものだった。この時に町は産業化された。最初の印刷物は1869年に完工され、家具工場タトラナバイトックは1890年に創業された。1918年に ブラチスラバが、スロバキアの首都となると、マルティンの重要性は低下した。今日、スロバキア国立図書館と公共の文化科学機関、マチカスロベンスカーはマルティンに本拠を置く。スロバキア共和国国民議会は、1994年8月24日、スロバキアの国民文化中心地であるマルティンで、おごそかに布告した。マルティンは、標高メートル地点にあり、 面積は67.74平方キロメートルである。スロバキア北部、トゥリエチボンチにあり、バーフ川が流れる。ショーファトラ山地、ダイファトラ山地、さらに南方にはツヤル山地とクレムニツァ山脈がある。最も近い主要都市は30キロ北西のジリナ、60キロ南東のバンスカービストリツァ、230キロ南西の首都、ブラチスラバである。 マルティンは重の区に分かれている。ジャニーッキー、レイドブン、ストレッド、セバー、コスティ、パダッチ、ストレイン、ブリッコパ、トムクーニー、ザッチルシ。マルティンは温帯に属し、四季の区別のはっきりした大陸性気候である。夏は暑く、冬は寒くて雪がちである。年間平均気温は摂取7度。 年間平均降水量は750ミリから860ミリである。降雨の大半が6月から7月初旬にかけて集中する。年60日から80日積雪が残る。2001年の調査では人口の94.9%がスロバキア人1.6%がチェコ人0.5%がロマ人0.2%がハンガリー人である。 信仰は44.1%がカトリック教会、31.2%が無宗教、17.2%がルーテル教会に属する。マーチン最古の建物は13世紀に建てられたトゥールのマルティヌスに建造したロマネスク様式の教会である。スロバキア国立博物館は民族学習習品を収める。郊外の野外博物館、ヤホドニツケハ 伝統的な民族建築、トゥリエチ地方の民族伝承を展示している。スロバキア国立墓地は、パリにあるパンテオンに触発されて建てられた名志合子殿である。マルティンは、マラー・ファトラ山地とベルカー・ファトラ山地に囲まれ、冬は良質のスキー場、夏はハイキングが楽しめる。ブラチスラバにあるコメニウス大学の薬学部がある。マルティンは、ブラチスラバから古テへ向かう。 主要道に近く、同様に、主要鉄道へも近い。ジリナ、トゥルツヤンスケ・チェプリゼ・ルジョムベロクへ直行できる。公共交通機関はマルチンだけでなく、郊外のブルートキの町やウィストリツカ、リポベツ、トゥルツヤンスケ・クラザニの村へも伸びている。ありがとうございます。